ウンザイゾー GO!地下だと切り抜けてるな。けどこれも外に出てしまえば通用しないのが1本目ではっきりした。この最速理論マドレム 3VF は鬼門だな。そんな気になれば扱いにくいマドライダーを迫らせれば集中力が切れば切れる。その時が勝負だ。ちょっと変えないな。この2本目は手の内を晒した後だからな。大丈夫かな。私はそれは向こうだって同じだよ。プロジェクト D のドライバーがどれだけ順応性が高くホームコースの俺たちの方が有利違いないんだ。それでも一対一枠は厳しいから田園都市線は車の性能差だけでは勝負しにくいコースだからな。プロジェクト D 相手でも十分に勝算があることは一本目ではっきりした。ましてこの雨いくら 3VF でも MT 比の低い大出力電動機にとっちゃ優しくないだろ。さすがについてくるか。無理もねえな。こんだけ粘着しなければパワーの半分も使えてねえからな。 3VF のメリットがウィークポイントになって足を引っ張り上がる。こっちの手の内は1本目で丸裸だ。小手先の駆け引きは通用しない。行ける時はガンガン攻めるぞ。本当にこれで良かったのかな。長引くのはケイスケにとって不利なんだけどな。雨だとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だよ。ケイスケの集中力がどこまでか。あいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターするためにはいいチャンスだ。じっくりと走り込んでもらうぞ。プレッシャーのかかる実戦の中で生きる技術じゃなければ意味がない。相変わらず厳しいんだよな。同じ通勤型車両だが重量全電動変化考えてみる。やっと出てきたな。隅っこに隠れてるのはお前には似合わないよ。ヒルクライムはすごいバトルになってるさ。成り行きでダウンヒルバトルに突入してる。がっぷりと四つに組んで20と1のぶつかり合いだ。渡るはよく言ってる。勝ち負けはともかくこれだけのバトルを演出できればこれは満足。相手はプロジェクト D だからな。本当にすごいよね二人とも。でもね、信彦、勝つのは絶対ダーリン。ダーリンは天才だもん。何を話してるのか分かりやすすぎるぜ。あいつの8200は2両編成の8軸のうち3軸に主電動機を積んだ 3M5 3VF 制御は細かなドロップ制御が可能で高い粘着性能を発揮するが濡れたレールでは低い MT 比に大出力をかけられない。だが俺の8500回にはそれがない。 T 車2両を M 車に変えた10両全電動車編成だ。こいつの最大のメリットはどんな状況でも立候補指令すれば10両全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込めば対時直波制御の戦闘力は確実に 3VF 制御の上を行くんだ。仕掛けてきやがった。やってくれるじゃねえか。だったらこっちもご期待にお応えしねえとな。リズム早くも動いてな。涼介、ケイスケは大丈夫かな。涼介さん、こんなこともあろうか密かに運び込んでおる3300。さあ来い。10年越しの悲願、
今、凌介さん、実現する。俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。負けねえぞ。この展開になればモチベーションの勝負だ。メンテや改造に不自由しないコミュアークスのおっちゃん子たちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。貧乏でも努力した奴が勝ったこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぜ。たかが雨でそこまでやれやれになっちまうのかよ。しょぼいもんだな。勝とうと思えばいくらでもやりようがあってのによ。何かまともにやり合うことはねえんだろ。二人ともかなり疲れてきてるんだろうな。そうだと思うけど、ドライバーは集中してるから疲れてることに気がつかないもんなんですよ。一発勝負にピークを合わせて集中力が高い。予定外の2本目はかなりきついはずです。プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。疲れてるのが分かるようなら、もう集中力切れ始めてるってことだから、決着つくときはあっけないと思いますよ。えらく煽られてる気がするぜ。なぜかな。疲れで俺のペースが落ちてるとしたらまずいよな。もっと突っ込んでかねえと。人間の集中力なんてそう長く続くのはないらしい。ギリギリまで張り詰めていられるのは30分くらいが限界だと言われてる。雨で視界は悪いし、レールは滑る。一瞬も気が抜けないからね。集中力が消えたら具体的にどうなるのか。まず判断力が鈍る。反応が遅れる。ちょっとしたことがストレスになり、2つのことが同時にこなせなくなる。終わるときはあっけなく終わる。頑張ってね、ダーリン。負けないで。恐怖はいつでも、ダーリンの味方だよ。見境を失ってきた。にしても、あの三つ子の面マジムかつ。あんなところに電車クルッキー落ちないくん東急5000系が。いくら、そっちじゃない。いや、落ちないようになってるんだけど、向きを変えるんだ。ああ、やめろ、何やってんだバカ。ダメだダメだ、そっちはダメだ。ああ、カンパだぜ。言い訳に聞こえるかもしれねえけどな、集中力が切れるってこんなもんなんだ。魔が差したとしか言いようがないぞ。自分でも嘘だろって気分だ。ていうかマジ嘘だろあれ。お兄ちゃん、大丈夫って無線で言ってたでしょ。大げさでバカみたいねえ。お兄ちゃん、あんな地味で意地悪なあっちの妹はほっとこう。あっちのかずみちゃん、愛想がないしな。なんだか冷たいし、こっちのかずみちゃんの方がいいぜ。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。よし、夜は済んだな。帰るぞ。撤収。ぼやぼやするな。さっさと支度しろ。夜明けまでに出発するぞ。うん、スカトゥー。凌介さん、
機嫌悪くないですか。すっきりしない決着だったからかな。俺も納得してねえし。何か企んでたけどうまくいかなかったな。ここだけの話だけどな、今度のバトル勝てば天族記号聞いてくれるってよ。え、グループ企業でもいいのかな。いいよな、夢の国とかさ。けど簡単には勝たせてくれねえんじゃねえのか。まともにやるつもりは鼻からねえからさ、インチキしたって分かりゃしねえよ。得意だろお前、インチキなら。お前に言われたかねえけどな。けどモノレールはやだな。明けの絶叫マシンは答えるぜ。